皆さんこんにちは、ベンソでございます。横綱物語に続きやってまいりましょう。では、名古屋場所ね、本場所入りたいと思います。上が変わらんかったね。で、重量はこんな感じですね。あー、はい、まず綾野浩二さんで、五条さん、長戸さんと、六条さんいきなり重量ヒットと当たるんですね。下やね。うん、そうですね。はい、では、全員見てまいりましょう。花山さんは初日のお相手は門松さん。守ったでしょ。一方的やん。真ん中にもこう入らない。残った。お、戻し。逆転。したけどまた真ん中戻る。残った。よいしょ。よいしょ。残った。追い込まれた。よいしょ。狙えない。もろ差しより寄り切りで負けてしまいました。花山さん黒星スタート。六条さん十両人の勝ち。美月さんが初日の終わりでございます。残った。残った。突き落としに3発。残った。なんとかね、突き落とししようとしてるんだけど上半身が強いから。あまりにも決まらない。もう何発不発してるやろね。5、6発ぐらい不発してるね。ああ、寄られてしまいました。六条さんも黒星スタート。まあ、まだまだやからね。はい、五条さんですね。初日の相手は遊郭さん。残った。いや、残った。おりゃおりゃ。残った。いや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 。残った。残った。いや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 。もろ差しより五条さんは寄り切りでの白星スタート。万十一さん初日は雷光さんとですね。残った。寄り切り、万十一さんも白星スタート。浩司さん、浦風さんが初日のお相手ですね。突き出し。ちょっと安定感がまだ垣間見えましたね。松原さんは初日は塩野美さんと。ケタグリ。追い込んでからのケタグリ。綾野浩二さん初日のお相手は高輪さん。残った。残った。突き出し。
綾小路さんも中日白星スタート、ラストじゃないね、高辻さん、あ、ラストか、お相手は長戸さんとですね、残った残った、残った残った、さあがっつり組んでいきますね、よいしょ、残った、寄り切り、高辻さんも初日白星スタートということは、負けたのは重量の2人だけか。あ、デルミヤマさんが敗れてるね。こんな感じですね。うん、上位陣は安泰の、全員白星スタートということですね。2日目参りましょう。危ねえ、お付けにするとかやった。誰がどんだけ落とすかでしょうけどね。花井町さん、2日目は沖野桜さんとですね。六条さんは諸瀬戸さん、あ、重量2番手なんですね。五条さんは大国魂さんと、万寿寺さんは八郎方さん、ぶっこじさんが長戸さん、松原さんは高輪さん、綾の小路さんは塩の海さん、高辻さんは浦風さんとですね。あ、綾の小路さん早くも土がついてしまいました。救われたか、塩の海さんに。その他は全員勝ってる。あー、荒藤さんが岩戸川さんに勝ってる。あ、ガリュウさん負けてるやん。おー、あ、六条さん送り出しがちで、花嫁さんははたかれたか。はい、ということで早野浩二さんとガリュウさんに早くも土がついてしまいました。3日目いきましょう。綾小路さんもね、この3場所で、ね、2桁割るのが何場所出てくるかでも、多分でも29歳だと厳しいと思うんですよね。なので綾小路さんも 年末引退規定路線の方がいいのかななんてね、思ってるんですけども、はい、3日目、花山さんは浅瀬山さんとね、六条さんは猪苗代さんがお相手、五条さんは雷光さんと、万寿寺さんのお相手は遊郭さん、六甲さんのお相手は塩の海さん。この一勝は綾の小路さんに勝ったもんですね。松原さんは浦風さんと、綾の小路さんは長戸さん、高辻さんは高輪さん、高高対決うわ、ぶっこうじさん、塩の海さんにやられてる塩の海さんが我が部屋のね、年齢トップ2人を撃破してますね。で、まんじさん、五条さんは大丈夫。あ、重量は2人とも破れてますね。3日目終了しました。ぶっこうさんにも1つ土がついた。瀬戸西さんも1つ土がついてるね。上位陣こんな感じですね。では、4日目いきましょう。五条さん、えらい下と当たるね。岩戸川さんでしたから、まあ、この辺はね、
年内身を引いてもらおうかのちょっと一つのあれになりそうですね。花江町さんは朝日誉さんとですねお相手は一緒に入り、六条さんはサネパイ中の若清水さんと、五条さん、東さふもりさんですね、お相手は1勝2敗。こちら3連勝同士、万寿寺さんと、あ、ごめんなさい、港川さん。仏光寺さんは1勝2敗の岩戸川さん。松原さんは照見山さんですね。照見山さんのこの1勝はバリューさんに勝ったのですね。綾野小路さんは影郎さん、お相手は3連敗中。高津井さんは浅野方さん、こちらも3連敗中ですね。上位6人全員勝ちましたね。あ、僕さん久々のケタグリやん。重量は2人とも敗れてしまってますね。4日目終了しました。高辻さん、松原さん、万事さん、五条さんが4連勝。他現在見えてるところでね、4連勝は荒藤さん、八重野さん、氷川さん、百鬼丸さんね。で、武光寺さんと綾野小路さんが3勝1敗、海里は4、あ、高錦さんが4連勝か。重量、高山本さん、伊勢神楽さん、浅瀬山さんが4連勝、我が部屋は六条さん1勝3敗、花山さん4連敗という状態ですね。これ、若島津さんのね、モデル、どっちなんでしょうね。若しぐれさんなのか若清水さんなのか若清水さんの方がまあと右が違うだけですからね。まあまあでもどっちでも結構前頭の上位から三役ね、まあ小結び関脇ぐらいまでは上がるかもっていうようなねタイプですけどね。5日目いきましょう。間はね、勝ち星稼いでほしいですね。では5日目です。花山さんは高野山さんがお相手、お相手は現在2勝2敗。六条さん4連勝中の伊勢神楽さんとですね、五条さんは坂東翔さん、お相手は1勝3敗。万寿寺さんは日馬さん、こちらもお相手1勝3敗。仏光寺さん、浅野方さんですね、お相手は4連敗中。松原さんは影郎さん、こちらもお相手4連敗中。綾野小路さんは前頭筆頭と当たります、照見山さん、お相手1勝3敗。高津さんは岩戸川さん、こちらも前頭筆頭、お相手1勝3敗。綾野小路さん良かったね、負けるかと思ってたけどね、万全ですね。ガリオさん負けんな、1個ちょっと深く取ってましたけどね。これ全員また勝ち越すと嫌やな。で、重量は2人とも負けかはい、では、6日目いきましょう。だからガリュウさんが衰えてきてるんだったら2つ3つはこの辺でね、もう落としといてほしいんですけどね。知らないといつまでたっても引退フラグ立たないからね。松原さん、岩戸川さんと当たるの。花山さん、秀港さんですね、お相手は2勝3敗。六条さんは鬼ヶ島さん、こちらもお相手2勝3敗。五条さん、港川さんがお相手となります、現在3勝2敗。万寿寺さんは東咲森さんと、お相手は1勝4敗。仏光寺さん、照見山さんですね、お相手は1勝4敗。松原さん、
岩戸川さん、こちらの方は大体1勝4敗。綾野小路さんは朝の方さん5連敗中ですね。で、高杉さんが影郎さん、こちらも相手5連敗中。おお、綾野小路さん内掛けか。松原さんはまあ岩戸川さんクラスだったら普通に勝ってますね。上位陣落とさないね、百鬼丸さん含めて。あ、六条さん勝ったけど花山さん敗れましたね。6日目終了しました、6連勝、高取さん、松原さん、万寿さん、五条さん、他は荒藤さん、八重の海さん、百鬼丸さん、氷川さんですね。で、綾野小路さん、ぶっこいさんは5勝1敗。まあまだ1つ落としてるクラスなんでね。あ、高西さんも6連勝だ。重量、高山さん、あ、1つ落としてますね。5勝1敗になっちゃいましたね。で、6連勝は、あ、伊勢神楽さん、ただ1人か。六条さんは2勝4敗、花山さん6連敗という状態です。では、忙しくなる7日目参りましょう。まずは綾野小路さん、いきなり八重の海さん。五条さんは下ですね、紫龍さんと。高杉さん、瀬戸錦さんですね。ぶっこじさん、大関同士の一番、我流さんと。万寿さん、ああ、万寿さんも下やね。ということは、松原さんは当然、荒藤さんということですね。六条さん、綾の国さんがお相手となります。現在3勝3敗。花山さんは八社ヶ岳さんとお相手は2勝4敗。五条さん、紫龍さんですね。あ、まあまあ好調、お相手4勝2敗。万寿さん、吉野花さんがお相手、こちらもまあまあ好調の4勝2敗。で、5勝1敗同士の大関同士の一番、ぶっこうじさんとガリュウさん。残った。おるや。残った。さあ、ぶっこうじさんがまだガリュウさんに通用するかどうかですね。相手も衰えとるはずなんだけどね。一時エンディン見せてたけど、そうからは、真ん中から向こうに押せない。やっと押せた。残った。さあ、あとはどんだけ上手投げをこらえながらジャブを打てるか。残った。追い込んだ。ここからがきつい。ガリュウさん返す。残った。足が取れない。ぶっこうじさん、ケタ打った。決まりました。ぶっこうじさんの勝ち。全勝同士の、大関同士の一番、松原さんと荒藤さん、ケタグリー。これもケタグリーが決まりで、松原さんが7連勝。綾野浩二さん、八重の海さんですね。お相手は現在 全勝6連勝中。残った。劣化するまでは結構ね、綾野浩二さん、八重の海さんを 何度か撃破してたんですけどね。まあ、キーだと呼べるかどうかまではっていうところでしたけどね。5分以上の働きでしたけどね。あ、ここは八重の海さんのパワーが勝りました。綾小路さんが2敗目。高杉さん、関脇の瀬戸錦さん、前半好調、後半ね、上位の壁の瀬戸錦さん、でもだいぶあれからね、結構力つけてきて11番2番ぐらい勝てるぐらいになりましたね。さあ、ここは追い込んで突き出し。高杉さん7連勝。まあ、綾野小路さんの場合は仕方ないね。もう相手が相手ですからね。松原さん、ぶっこいさん頑張りましたね。重量、2人とも負け。7日目終了しました。7連勝4人ですね、我が部屋は。で、荒藤さん1個土がつきましたんで、あとは八重の海さんと氷川さんと百鬼丸さん。
ああ、高西家さんも土がつきましたね。ということで7連勝が、6人か。では8日目いきましょう。あ、アイムコイさんがアラフィさんと当たんの。高瀬さんがガリューさんね。あ、ここで、そうですよね、先場所もね、前半戦ここで当たりましたね。六条さんは7連敗中の若しぐれさんね、これはパスさせていただいて、でここですね、花嫁さん負け越しかかってます。塩見岳さん、お相手は現在5勝2敗。残った！さあ早くも先手を取られてしまった2つ目の寄りが入る。で一気に追い込まれてしまった。なすすべないか。一個でちょっと返した釣れない。まだパワーがないから釣れない。しかしもろ差し寄り入る。小手投げ。花山さん8連敗早くも負け越し確定してしまいました。五条さん校長の高西さん、お相手は6勝1敗勝ち越しかかってるんでね、ここは見てみたいと思います。さあ先手必勝、突き2つ。残った。一気に追い込んで押し出し8連勝。万事さんも勝ち越しかかってます。武神会さん、お相手は現在3勝4敗残った。さあ足技2つ加わした後の上手投げ。万事さんも8連勝。ブッコウジさん、関脇の瀬戸錦さん、お相手は現在5勝2敗残った。ケタグリー。ブッコウジさんこれで1敗をキープ。全勝同士の一番、松原さんと関脇八重海さん。先場所は勝ったんだっけ。そうやね、全勝優勝してるから。さあここは八重海さん素早く仕掛けてくる。残ったつけて真ん中戻した。残った厳しい。回しが取れません。追い込まれてしまった。こらえる松原さん。あー寄り切られてしまった松原さん。8日目です。通知綾野浩二さん、荒藤さんですね。お相手は現在6勝1敗残った。勝てればまだ大丈夫かなと思うんですけどね、今場所も。さあ一気に追い込んだ。いけるか。出せるか出せない。出した。押し出しました。えのこじさんの勝ち。さあ高杉さんも勝ち越しかかってます。ガリュウさんですね。大関のガリュウさん、お相手は5勝2敗残った。さあこれで下手したら久々に八重の海さんに優勝持ってかれるかもしれない。しかし今場所は逆にね、高辻さん頑張っておりますな。残った追い込んだ側がしぶといガリューさん。差し替わったら勝機、なかなか差し替わりません。押し突き出した。高津さん8連勝、はい、ということで、因縁の対決は八重海さんに軍配。重量は、あ、六条さんは勝ったね。前半戦終了しました。高辻さん、万事さん、五条さんが8連勝。他8連勝は八重海さん、百鬼丸さん、氷川さん、
綾乃小路さん6勝2敗、松原さんと小路さんが7勝1敗。ここは綾乃さんに土つけといてほしかったけどね。で、ここは明日は6勝が最高か、前頭はね。十両、現在トップは8連勝中の一斉神楽さん、7勝1敗が、若日光さんですね。あ、1人か、あと6勝か。で、六条さん3勝5敗、花嫁さんはオールストレート負けの8連敗という状態でございます。さあ今回は、八重海さんがね、強いですね。で、後半戦もどうなるんでしょうか、誰かストップかけてくれるんでしょうか、またその辺も、見どころになってくるかと思います。後半戦またお楽しみにしておいてください。ではさよなら。